日本政府が VSL 搭載実験潜水艦の建造正式発表し、海上自衛隊の潜水艦配備計画が拡大化しています。今回は、海上自衛隊で原子力潜水艦を保有、建造するかという話を詳しく考察していきますね。原潜建造費に3000億円で大芸、潜水艦約900億円、VSL 搭載潜水艦が、その上、1000億円とすると、3隻ほど建造できます。世界最強の戦略型潜水艦通常動力版を、建造でだ、スペックダウンした潜水艦を売るなんてできたらいいですけど。2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは、政治、財政的に、国家レベルの支援が必要だと述べたという。この発言は、アメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りに、その言葉を受け取るならば、日本が、すでに、原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまう。現状では、2022年12月の閣議決定で、安保関連3文書を、改定の上、承認したことで、防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で、2% の達成は、数値目標としては掲げられてはいる。その中では長距離攻撃が可能で、かつては、敵基地攻撃能力と呼ばれていた、分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として、複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態である。そのため、少なくとも、日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が、公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物が、こうした発言を行うということには、何らかの意図が働いているのかもしれない。マイケル・ギルディ氏は、続けて、一昨年の2021年9月に、オーストラリアとアメリカとイギリスとが、急遽締結を行った軍事同盟、オーカスの件に触れ、それにより、オーストラリアが、原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げている。このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は、日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を説いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目される。今のこと、ロコ人的にニュース等を確認している中では、この発言に対する日本側の意思表示は確認できていないが、韓国の中央日報は、この件を報道し、しかも、日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示している。これは、多分に、韓国自体が、原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対して、アメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるが、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは、好対照な点は、興味深い。しかし、同時に、この2023年1月10日から、開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当している、ダリル・コードル大将が、予定の10隻に、4隻も潜水艦が足りないと、発言しており、アメリカの現状を嘆いている。アメリカ海軍では、最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級を、近年も、年間2隻のペースで、発注を行っているにもかかわらず、また、年間で10隻が予定されている、大規模なメンテナンスも滞っているとされている。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題等で表面化していたことに加え、昨年から始まり、今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、
深刻な問題に発展しているようだ。アメリカが自国海軍に対しても原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づき、オーストラリアにバージニア級を融通すると見られた動きにも影響を与えるだろう。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカらならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたが、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきた。そのため、本命はアメリカからのバージニア級とめされ、新ゾブン数隻と残りは、オーストラリア国内で建造する体制を整え自国建造する方法が有力視されてきたが、ここに来て、かなり、この動きに陰りが見えている、感は否めない。アメリカで、オーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から、供出する案も聞こえてはいたが、この場合、潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われている。結局のところ、オーストラリアは原子力潜水艦の保有を打ち出しては見たものの、既存の通常動力型潜水艦であるコリンズ級6隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られている。さて、肝心の日本であるが、オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置、維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についても、粗相の素地は備えているとは思われる。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる、労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも、運があるだろう。現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に、限定はされるものの、親潮型9隻、双竜型12隻、太平洋型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足している。例えば、イギリス海軍であれば、攻撃型潜水艦も、すべて原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー級1隻と最新鋭のアスチュート級が、6隻の合計7隻の保有に止まり、数の面では、日本よりもはるかに少ない。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだが、収益中であるのは、リュビ級が6隻、最新型のシュフラン級が、ようやく、昨年2022年6月に収益、イギリスと同様に、7隻の体制を構築している。日本の場合、四方を、広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である中国、ロシア、北朝鮮とは比較的近距離にあり、通常動力型よりもはるかに行動半径や連続潜航時間が長大で速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは考える必要はある。何より海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の体系型でも建造費は上昇しているとはいえ、一隻あたり、未だ、800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば、建造費は、確実に一桁は上昇する。それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって、作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は、制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが、適正な費用対効果があるか否かは、検討すべきだろう。純粋に軍事的な観点からは、日本が、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく、必要性があると思えるが、政治的に、
今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみたい。2022年6月に、翌月の参議院選挙を前に、フジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われた。ここで、番組側から、日本は、今後、原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたが、それに賛同の意を示したのは、日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は、慎重な姿勢を崩さなかった。逆に、はっきりと、日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢は、あえて聞くまでも、なく最初から予想できたというのが、偽らざる心境である。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が、民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろう。与党である自民党は、日本が原子力潜水艦を導入することになれば、膨大なコストが必要と答え、施策として、必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えている。大ゲイ型人ゲイ、潜水艦が浸水を終え、白ゲイ潜水艦が就役する今年。VSL 実装実験潜水艦建造も決まっています。今回は、海上自衛隊の潜水艦建造計画は、年に1隻建造するのかを詳しく見ていきますね。1隻800億円は、原子力潜水艦を導入するよりも、はるかにコストカット、しかも最強の潜水艦です。2022年12月に、いわゆる安全保障関連の3文書を、日本の岸田内閣は、改定した上で、閣議決定を行い、2023年度の防衛予算案から、これを大幅に増額していく。方向を打ち出したことは、戦後の防衛政策の一大転換点となった。ここにおいて、5年後の2027年度には、防衛予算額は、およそ11兆円を超過し、対 GDP 比率でも、これまで目安とされてきた 1% から、倍増の 2% 以上となることが予想され、NATO 加盟国が掲げる目標値にも迫るものと報じられている。ここまで、急激な防衛政策の転換が行われた背景には、当然、昨年2022年2月に正起した、ロシア・ウクライナ戦争の余波が大きいと思われるが、政治的には、不足分の財源を増税で賄うとの示唆もあり、そちらは、おおむね評判は、芳しくない。実際に、増税で、防衛費の増額を行うのか否かは、今後の政治的な環境や、日本を取り巻く、中国、ロシア、北朝鮮といった仮想敵国の軍事装備の状況が、大きなポイントになることは、間違いないことは確かだろう。
そうした中で、日本の防衛力として中核を担うと考えられているのが、海洋国家としての海上自衛隊の存在であり、周囲に広い領海を抱える国家として、各種の艦艇を中心とした戦力の整備が打ち出されている。現在の予定では、海上自衛隊の艦艇群の目安としては、護衛艦54隻で、うち10隻がイージス護衛艦。これとは別に、ミサイル防衛用のイージスシステム搭載艦が2隻。そして、哨戒艦12隻の新造という、水上戦闘艦の体制が示されている。そして、数としては、これまでと同様に、22隻体制を堅持することになっているのが、海上自衛隊の潜水艦隊であり、こちらは、昨年2022年3月に、最新鋭の太平洋型潜水艦の一番艦、太平洋が就役を果たしたことで、達成されている。すでに、太平洋型は、2番艦の、枠芸が、2021年10月に、3番艦の、陣芸が、2022年の10月に、それぞれ進水を迎えており、予定では、前者が、今年2023年3月、後者が、2024年3月に、就役を迎えるものと召されている。このように、1年に1隻ずつ、の新造された潜水艦が、計画通りに、就役を果たす場合、22隻体制を超過することになってしまうため、これから、しばらくは、現行の中で、最も旧式な親潮型9隻からの退役もしくは、艦種の変更が予想される。2023年2月の時点では、海上自衛隊の潜水艦隊22隻の内訳は、親潮型が9隻、双竜型が12隻、太平洋型が1隻で構成されており、すでに、最も旧式の親潮型は、2隻が、練習潜水艦への変更が行われている状態である。さて、最新鋭の太平型であるが、基準排水量は3000トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートルの規模を持ち、水中排水量等は公表されてはいないが、通常動力型潜水艦としては、世界でも最大規模の艦艇だと言ってよいだろう。太平洋型は、この艦隊に、川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼル機関を2機と、リチウムイオン蓄電池、そしてモーターを搭載する、ディーゼルエレクトリック方式であり、最大出力6000馬力で、水中速度は、およそ20ノットを発揮する。現在進水を迎えている3番艦の、陣芸までは、先に挙げた川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼル機関を搭載するが、その後の4番艦以降は、同社製の新型の2531ディーゼル機関の搭載に切り替えられる予定である。現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭である太平型の、こうした機関構成は、毎級である、そう、竜型の11番艦である、某竜以降に採用されたもので、リチウムイオン蓄電池を採用した世界唯一の量産された、軍用潜水艦となっている。今後は、韓国海軍が、同様に、リチウムイオン蓄電池の搭載潜水艦を就役されると、予想されているが、2023年における現時点で、就役を行っている艦艇としては、そう、竜型の後期の2隻と、太平洋の3隻のみという状況である。ちなみに、海上自衛隊が実戦配備中の潜水艦の機関の構成は、最古参の親潮型が、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターを用いた、いわば潜水艦が登場した、1世紀以上前からの伝統的な形式を採用している。続く、そう、竜型の1番艦から、10番艦までの10隻においては、これが、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターに、さらに、スターリング機関を加えた非対機依存推進を実現しており、当時は、
通常動力型潜水艦としての先進性が評価されていた。この、そう、夕方の10隻は、通常動力型潜水艦の泣きどころとも言うべき水中航行時の動力を、モーターのみでなくスターリング機関も併用することで強化しようとした試みだったが、結果としては、短命に終わったと言うべきだろう。これは、搭載する蓄電が、鉛製から、リチウムイオン製のものへの変更を実現できたことが、大きいと追われており、後者は、前者よりも、大電力を持続して供給することが可能で、かつ、密る時間も、短く密る放電の回数にも優れている。こうしたリチウムイオン蓄電池の鉛製蓄電に対して持つ優位性は、その登場時から判明してはいたものの、非常に発火しやすいという難点があり、軍事用の艦艇に搭載するには、その点をいかに防止するのかという点が課題であった。そう、夕方の場合、日本の GS 湯浅社がそうした点に、配慮されたリチウムイオン蓄電池を完成させたことに加え、潜水艦の艦隊を手掛ける三菱重工業の長年のノウハウもあり、安全性が確保されたと言えるだろう。しかし、ここまで技術的に進んできたと、おぼしき海上自衛隊の潜水艦の機関構成だが、2021年9月に、オーストラリアがアメリカ・イギリスとの間で、新たな軍事同盟であるオーカスを締結したことが、日本にも大きな議論を呼ぶこととなっている。オーストラリア海軍は、このオーカス締結の一環として、アメリカもしくはイギリスからの技術的な支援を仰ぎ、攻撃型の原子力潜水艦をこれまで進めてきたフランスとの協業による、通常動力型のアタック級潜水艦に変えると表明したからだ。いかに通常動力型の潜水艦の機関部が進化を続けているとはいえ、原子力推進に比較すれば、後者は事実上燃料補給の必要がなく長期間の航行が可能であり、さらに水中での移動速度も軽く30ノット以上をマークするなど、性能は高い。そのため、搭乗員の食料や体力面が許せば、原子力潜水艦は、極めて長期間にわたって、連続潜航を行うことが可能で、キレ、ゆえに、長大な航続距離を一切浮上することなく行動できることを意味しており、確かに驚異的ではある。しかし、原子力潜水艦は、それゆえに、搭載する小型の原子炉を製造するという技術的な課題や通常動力型の潜水艦に比して圧倒的に建造費が高額であるという問題もあり、海上自衛隊に必須かといえば疑問符はつくだろう。例えば、タイゲイ型の一番艦であるタイゲイの建造コストはおよそ800億円ほどとされているが、アメリカの攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級は少なくとも5000億円以上と目されており、火力6倍以上に相当すると思われる。現在の海上自衛隊が構築している潜水艦隊の22隻体制をバージニア級などの攻撃型原子力潜水艦が3から4隻で代替可能とするならば意義はあるかもしれないが、訓練や整備のローテーションを考えればまず無理だろう。そう考えれば、通常動力型の潜水艦に比べ、原子潜水艦の持つ、長大な航続距離や連続潜航時間、そして、高速性能には、大きな優勢があることは事実だが、果たして、海上自衛隊が保有、運用することが、現実的かは、まだまだ議論を重ねる必要が感じられる。